級の試合をご覧いただきましょう。鈴木桂治選手、またここにも登場してくるんですけれども、はい、この試合はまず鈴木に反則が来て、井上に反則が返されて、はい、今ポイントが並んで4分7秒というところです。このやはり手足払い、手足払いですね、思わず受け身を取ってしまって、これはもう完全な効果です、はい、そうですね、いいタイミングで決まりましたね、この時には